松山市一番町の万水荘で春のひな人形展が開かれています。これは天皇陛下が譲位されることをきっかけに、ひな人形と写真でご成婚から60年間を振り返ってもらおうと、小人形小切れ愛好会の田中康子さんが開いたものです。会場には田中さんがコレクションしている陛下ご成婚記念のひな人形や、即位装束、皇太子殿下の結婚装束の衣装をつけたひな人形をはじめ、田中さんが皇族行事を参考にして作った羽子板などおよそ30点を展示しています。ちょうど天皇陛下さんの、ね、上位されるお年で、今年はご成婚記念のおひな様を保存しておりまして、せっかくだから今年もうね最後ですので、この上位される年の記念に皆さんにこの春のひな祭りとして見て、ね、いただいたらと思って、企画いたしました。この羽子板には私はせめて美智子様に憧れた思いを、本当に美智子さんに導かれた、私もそういう人生をいただいたなと、美智子さんのおかげだなというのをですね、なんかこう皆さんに、こんな思いがあったんですよというのを見ていただきたいなと思って展示したんですけど、この万水荘春のひな人形展は27日まで万水荘で開かれています。また26日27日には子どもたちを対象に十二ひとえを羽織ることができるプリンセス撮影会が予定されています。